若松パイナップルナイター、7日間にわたる長い戦いもついに最終決戦です。九州スポーツ杯優勝戦を行います。12レース優勝戦のメンバーは、1号艇福岡の中辻隆人、2号艇東京の山本英史、3号艇福井の下出拓也、4号艇東京の山田哲也、5号艇広島の島川光雄、6号艇福岡の富永秀一です。6艇まだバック側、本番も枠なりに作戦行動です。人気を背負ったのは1号艇の中辻隆人。ここまで6勝3連敗、安定感抜群。ドリーム戦も準優も勝負どころは逃げ切ってきました。1号艇中辻の陰線です。2コースにはしっかりモーターパワー引き出してきた2号艇山本英史。準優はこの2コースから差し抜けての優出です。3コースは3号艇下出拓也、全権1番時計から常に注目の伸び足で優勝目指して一発勝負。3コース角に引っ張っていきました。4コースに4号艇山田哲也、実績今一つのモーターながらもきっちり勝ち上がっています。5コースは近況絶好調、5号艇島川光雄、強気の攻めに磨きかかっています。そして大外6コースが6号艇富永秀一、デビューの地若松で今度こそ念願の優勝ゴールへ。2対4で1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。あまり差のないスタートになっています。その後は1番そして3号艇がぐーっと出ていく1番区の旋回、マクリニック3号艇下で1号艇流れた、切り込んで4号艇の山田、続いて2番6番と旋回してバック側、まくった3号艇の下出が先頭に立っています。スタートは前提正常でした。3コース角からまくりました。3号艇下出が先頭に立っています。2番手は4号艇山田対6号艇富永、2番区の旋回、トップで回る3号艇の下出、続いて回る6号艇の富永、指す4号艇の山田、2番手は4号艇の山田です。3番手に6号艇の富永、その外から1号艇中辻が追走、さらに後ろは2番5番と続いています。先頭は独走3号艇の下出拓也です。2周目1マークトップで回る3号艇の下出、2番手は4号艇の山田、3番手で6号艇富永、内をくるっと1号艇の中辻、3番手は6号艇の富永がキープして、上位3艇は3番4番6番、人気が集まっていた1号艇中辻現在4番手、さらに後ろは2号艇山本、5号艇島川。2周2マーク先頭は3号艇の下出、2番手4号艇の山田、6号艇富永3番手、攻める1号艇中辻をかわしています。上位の3人変わりなく3番4番6番で優勝戦は最終周回です。先頭は3号艇の下出拓也です。優勝を目指して一発勝負、その言葉通りに3カド戦見事成功させました。最後の1マークトップで回ります。2番手4号艇山田、6号艇富永3番手、上位3艇は3番4番6番で最後のバックストレッチを構想中です。この3、4、6の組み合わせなら3連単ノッツ 195.3 倍となっています。ラストターンマーク先頭は3号艇の下出拓也です。これが通算5回目、今年初優勝、若松も初優勝です。3番4番6番の順に優勝戦まもなくゴール。先頭3番下出優勝五輪、4番山田、6番富永五輪、1番中辻五輪、2番山本五輪、5番島川五輪。以上優勝戦前提五輪しました。優勝戦第12レースの確定は1着3番、2着4番、3着6番以上でした。ここでファンの皆様にお知らせいたします。この後は優勝いたしました3号艇下出拓也選手がウィーニングランを行います。どうぞ皆様